鳥高さ1 5トル、直径およそ1 0トルの魔法瓶ですオブジェクトは直接接触した脊椎動物と自身の後部を固着させます影響を受けた生物は自分のことを鳥類であると思い込みオブジェクトをくちばしのように用いて食事をしたり自身の肉体を用いて飛行を試みたりと鳥類のような行動をとるようになります影響を受けた生物が息絶えた場合オブジェクトは自戒し最寄りの丸型のマグカップに自身の異常性を転移させます